ほーら焼き上がったよ。豚の帽子で特製ミートパイだ。いただきます。やっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな、うち。それを先に言え。やめてんのか、このガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ、困ったお客さんだな。片付けろ。たく、タリーナ、俺に何の用だよ。ぶ、豚が喋ってる。いちいち驚くの、これだから田舎者は。ホーク、床掃除頼む。ち、めんどくせえ。残飯処理係も楽じゃねえぜ。たく、もうちょっとマシな残飯食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。うまーい、ここの残飯最高。七つの大罪。おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら七つの大罪よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で、見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか。団長のメリオダスってのがまた恐ろしいやつだな。国一個滅ぼしたって話もあるくらいだ。諦めたらどうだ。はぁ、エンチャントヘルブレイク。こいつらってまだ捕まってないんだろ。
7つの大罪の一人を追い込んだとあらば相当な手柄。そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに。なんだ、どうした。豚が突進してきます。山猫の悲劇師団、油断するな。通告にあった人間かどうか確かめるのを忘れておった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいかね。お前たち何を勝手に生きておる。わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。してどちらが7つの大罪とおぼしき人物。どちらも手配書とは似とらんようじゃ。これはわし。こらこら。Ooh.
トリプルアタック。ヌン決定。フルカウンター。俺の勝ち。エリザベス、おい、どこ行くんだよ。逃げ切れません。お前、諦めるわけにはいかねえって言ってただろ。私がおとなしく投降すれば、あなたの命をむやみには奪わないはずです。どの道ありゃ俺たち両方殺す気だぞ。どうして。私、嬉しかったんです。たった一人で七つの大罪を探す旅に出て、旅なんてしたことなくて、すごく不安で、正体がバレないよう着慣れない鎧でクタクタになるまで歩いて、けど誰を頼ることもできなくて。なのにあなたはどこの誰とも知れない私に優しくしてくれて、だから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。そっか。そんな、あなたはだって、そのシンボルは獣の、いえドラゴンの。どういうことだ。私の剣は確
人がたくさん集まってますね。お祭りでしょうか。ウィッス。お、豚の帽子でやろう。こらこら。これなら避けられる？この私が相手してあげるよ。ファインド！Wow.